はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード版、前回ですね、トマイカザンに行ってアイスソードを持ってこいということで依頼を受けたんですけども、金がないんでちょっとゴールドマインイベントやりましょう。要所要所に強力なモンスターが配置されていて、鉱山の奥へ進むのが難しいのだ。しっかりしろ。それでも帝国軍か。我々は軍隊だから少人数で強力な敵と戦うための装備や戦術を持っていないだけだ。ではその装備と戦術は俺が提供し、お前たちは通路を確保しろ。分かった、全力を尽くそう。で、あれこれなんだ、普通に金だな。逃げ遅れている人たちがいるんで。助かったよ。逃げ遅れたやつが他にもいると思うんだ。これはもう全員助けていきましょう。全部で何人いた？ここでしょ？逃げ遅れたやつが他にもいると思うんだ。でゴールドドラゴンはちょっとケツを取りたいから、さすがに稼ぎはやんないっす。一応戦う前に攻めてこう。でまあボスっちゃボスだけど、言っちゃえば普通の敵だからね。倍速でいこう。大した見せ場もないです。15でも死なないのか、すげえな。ターゲット、あと9体で、ここにいます。助かったぜ。にで、こっちがそうだよね、ゴールドドラゴンだよね。さよなら。それは正面からはいかないです。で、下に降りてのでそっから地下1階、こっちにいるな。あれ逆か。マップはね、相変わらず回転できないんで、ちょっとセーブしていこう。1回1回セーブはしていこう。いや、いけんな、これも。あとはなんと、ラブラトリ最悪気絶するんだよね。どう分かんねえ。大丈夫だったな。立ってる、大丈夫だ。で、こっちの方にいるはずなんで、こいつか。逃げよ。ちなみに地図見ながらやってるんで、ネットで。でこっち行って、ここはもうあとこっちにいるだけか。1人いた、いた。で下に降りて、でこっちからこうか。いけない。あれ、このコロコロマン強いっけ。硬いな。いや硬い、みんな硬くなってきたな。よし、クロスブレイク。クロスブレイクって言っても弱い。うわ、スタンした、最悪だ。いや、こいつ硬い。暴走で倒れた。しかも2区だったし。スパロン。すで。要は BP1 減らせれば全然いいんだよな。で、ここに1人いて。逃げ奥。で、さらに奥行って。鉱山か。鉱石か。逃げ遅れたやつが他にもいると。で、ここはこれだけ。で、次来るのが C。あ、ここか。
フィッシュ横見てな。いやまだ1か。ちゃんとそこら辺も考えてやんないと。武器使うときディフェクト強い。あとリフレクターあるやついいよな。切り返し、まあ、アイスソードは今回上げちゃうから別に使わないんで、まあ、いつかね、あのアイスソードも買って買えるんで、前回買ってるから。ただアイスソードそんなに強くなかったんだよね、思ってたより。2万の価値って言われたら微妙。巨人の里に売ってるアイスソード、まあプラス1っていう鍛え込まれたやつにはなってるんだけど、それでもさ3万するからね、ちょっとどうなのって思う。ジルコの確かなくなってたしね。でこっち来て、で先にはもちろん倒していきましょう敵は。あ、こいつがいる。みんな強くなってんな。全体攻撃がパッと、やばい、やられた。最悪。これはちょっと撤退できるか。撤退はできるはず。逃げらんねえし撤退できねえわ。ガチでいくか、やつだけ使おう。で、あれデタラメ屋ってなかったっけ。明日かデタラメ屋からあれ覚えてほしいんだよな。アーロレイン、ブレードロールも使っていこう。でホークブレードだな。いやーマジか、これはもう全滅だな。負けてとすえ。大丈夫だった。一人助けよう、忘れないうちに。助かったぜ。俺が助かってねえよ。やられたよ。あ、まあ、逆に言うと助かったのか、死んではないから。こいつらか。あ、まあまあまあ、さっきよりはいいかな。というわけでつばいでいくか。この EP がマイナスになる条件もちょっと確認しておこう、しっかりと。指返し、両手剣強えな、普通に火力がある。やっぱ両手で使うやつだからか。でこう来て、でこっちも行って、こっち、あれどっち、こっち、逃げようか。でここ、家の人に。あー、こいつも強いんだよな。やるしかないんだよ。暴風耐えたか。そっからの追撃が厳しい。よし、ワンキホップ十字切り狙い撃ち。こういう風にターンは連続で使えないでしょう。あとはもう打ち放しを。やれた。倍にして返すよ。いや、やれる。サイコブラスト、サイコブラストなかったらマジで無理だから。それほどまでに敵が強い。で残り4体。これこのまま降りちゃっていいな。こっちで、で、ここに来て花。なぜ戦おうとするの、もうやめて。こいつは強いんだ。 LP 全然減ってねえな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 個くらいだった気がするからな。確か、確かだよ。強撃、敵が強いから結構技覚えた。え、もうさだいぶ覚えてんだけど、いつの間にか。サイコブラストが全然効かねえ。あら、もう終わり。で、あと3体で、
上行ってこっち行って逃げ遅れた奴が他にもいるはずだ。でこっち行ってさらに奥。助かった。で一回戻ります。でここの昇降機で降りて、じゃあ来たよ。でここのボス行って、あーギリオンか、強えの。また行った、やばい。3人と2回行きました。いい技覚えてきたな。というわけでちょっとフランシスカの方に切り替えよう。なんかいい技覚えるかもしれない。こっちはこっちで、あの死んでも大丈夫っていうのもあったからね。フォークレイド、じゃあ当たんねえんだけど。そっか、いいって。かかと切り、死んだわ。あ、でもこれ大丈夫だよね。技覚えてるよね。強すぎるというのは避けた。大丈夫、こいつなのが弱いから。だいぶいい道場にはなったな、ここ。1500で死なないのか。強い敵が10体だからね、まあ、簡単に言うと。で、ここに1人。逃げ遅れたやつが他にもいると思うんだ。で、あと奥、めっちゃ奥だな。ここ逃げ遅れたやつが他にもいるはずだ。で、そっからまた昇降機で戻って、でここにいて、助かった。よし、これで全員だな。で全員やって、でちょっと待ってね、一回一応セーブしとこう。不意打ちいきます。先手、何がいいんだ。八つ裂きかな、やっぱり火力的には。で影やか、杖のここがないんだよな。まあフォークブレードかな。で大地の剣もフォークブレードで、サイコブラストしかない。ヤスブレード戦火フライパイ痛い。回復はしておくか。クローディアと回復しよう。シフフライは4も使うの。あれだいぶ覚えたけど減らねえな。なんかまあ減らないから、とりあえずじゃあ、もう敵もいないし、これだな。じゃあサイコブラスター撃ってみて。巨神剣強いやつ。引退攻撃か。うん、フライは強いな。で自分アイシャも回復に回るか。自分の回復どうなる。やつプレイ OK。 だいぶ強い。純金はそれなりに高く売れる。それなりで残り1体。こいつも後ろ取れないの。後ろ取ってんじゃん。ゲッ、やべ、強い強い、できた。強心剣使っていくか。で、デタラメは、まあ、アンチでアローレイン欲しい。ブレードロール。フォークブレード。で、サイコブラスト。ダンス。痛い。
古典。古典もそれなりに使いやすかった気がする。この段階で。でここに来て強くなった服。誰が着てたんだ。よーし。じゃあちょっと3倍にして外に出よう。我が軍は警戒のためにしばらくここに留まる。協力に感謝する。おっしゃー、全員救出。3万円ゲット。280円。だいぶ金売りおったな。でその前に、あ、ちょっとメルビルもうあれになってそうだな。一回メル入るだけ入ろう。また例によって襲撃されてるかどうか。あ、襲撃されたわ。これ見張りの人たち何してたの。海賊の襲撃だ。鉱山襲撃、ベルビル襲撃でよ、さよなら。じゃあどこへ行くかっていうと、あれ行けるよね。一回ローザリア、アルツ、ちょっとプレイヤーノート見てみる。ベルビル襲撃、港が占拠されている。別に港行く必要ないしね。下とか行く必要ないから。いらっしゃいませ。残念ですがアイスソードは売れてしまいました。っていうね感じ。お客様がどこのどなたかまでは存じませんので。さあそれでアイスソードを買ったのはガラハドとかいう聖戦士だよ。何、ガラハドか。一応見てみよう。ここいない。ジャミルとか、ああガラハドいた。よう。おお、久しぶりだな。ガラハド、変わりないな。その剣はアイスソードだな。そうだ、やっと手に入れたのだ。一目見た時からこの剣だけは欲しかった。これで神々にさらなる奉仕ができる。嬉しそうだ、言えない。ダメだ、これだけはいくら積まれても譲れない。力ずくで奪うとかあんの。諦めよう。一人外すか。そうすると誰だ。あ、なんか時が経った気がする。今チャリーンってなった。ちょっとバーバラだね普通に。ちょ、いつもパブのお兄ちゃんに話しかけちゃう。仲間からは、じゃあバーバラさん一時期お願いします。仲間から もう大丈夫。私が語る。いや、もう聞かないよ。あれ、そうシェリルのイベント進んでないな。まあいっか。あれ、あそこに行かなきゃいけないんだっけ。同じところで聞かなきゃいけないんだっけ。ガラハド、そう説明する。この剣は正義のために振るうべきもの。罪のない娘を救うためとはいえ、ミスミスモンスターの手に渡すのは口惜しい。フレイムタイラントにあって我々に害をなすものかどうか確かめよう。ガラハドがパーティーに加わった。アイスソードをゲット。念願のアイスソードを手に入れたぞ。別に俺が手に入れたわけじゃないんだけどさ、必要じゃ使わせる。あるし体験スキル、これさ、もう知力がめちゃくちゃダウンするのがよくわかんないんだよね。だって吹雪って知力依存じゃないのってちょっと思っちゃうけど。でちょっと一回騎士団寮に行ってミルタブールで話を聞いたはずなんで。うわ、もうミルタブールも選挙状態になってんな。いろいろ物語がクライマックスへと近づいている。あの女は、あ、やっぱそうだ、ここで聞かなきゃいけないんだ。シリルか。やめたよ。この間はシリルに絡んでた酔っ払いがいたろう。奴が暴れ馬に蹴られて死んじまったんだ。
人の恋路を邪魔するやつはって言うが、あっけないもんだ。そうしたらシリルが自分のせいだって言い出してな、そんなことあるかって止めたんだが、出て行っちまったよ。俺まで不幸にしたくないとさ。どこへ行ったんだろうな。不幸呼ぶんだ。じゃあこのまままたリガウトへ行って止まえかな。そうか、ここは抜けなきゃいけないんだ。アイスソードが一回も振ることないな。なんか前もそんな感じだった気がする。近道できるからね、もうすでに。ガラハのなんかアイスソード渡してこっちに何も要求してこないからね。また来てるか。まあゆっくりしていく。悲しそうだ。お前の苦労に見抜いてやるか。これを持っていけ。火神防御力210円。チュールがだいぶ溜まってきたな。さよならアイスソード。アイスソードを渡し代わりに火神防御力を得た。不幸呼ぶ女、私にかかるとあなたが不幸になります。シェリルに絡んでいた男は死んだ。流刑手術。ちょっとあ、一回ここでこうやって出て、どこにいるかな。一応探すか、一つずつ。まあ、ローザリアのアルツールから見ていく。バーバラをちょっと戻したい。ガラハドはもういらないでしょう、正直。あ、ジャミルがいる。ジャミルに変えたくないよ。ただジャミル強いんだけどね。中ガラハド、ガラハドは仲間、私が語るも、なんだっけ、あそこにいるか、ミルザのところに。ジャミルか、いなくなってる。そう、これなんかね、一回一回変わるんだよね。ヨービル、北エスタミル、クリスタルシティとかにいるのかな。サクッと行こう。ガチャ。ここなんか狭くていなそうだよね。北エスタミル。バーバラはどこ移動してるんだろう。ミディアムか。ちょっとびっくり。あれ、これなんかある。あ、水流の神殿のお話か。一応南エスタミルを見てみよう。クジャラと4人で行くのはちょっとな、さすがに厳しいものがあるからな。あ、いた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 。よし、オッケーオッケーオッケー。ごめんね、バーバラちゃん。ハゲを入れるために君を外したよ。じゃあまた進めていきますか。今度は、バファル帝国の、あ、違う違う違う、ローザリアの方か。順番を間違えるとなった。ローザリアのスカーブタン。で、こいついっつも来んな。早すぎだろ、来んのが。カットイン。カットインでいいか。で、デタラメはちょっと使っていきたいんだよな。アロレイン覚えるまではちょっと使っていこう。で、こいつの EPA が激しすぎる。マジで。いやー、無理か。覚えないな。で、クライミング持ってきたよね。クライミングがある。よし、じゃあちょっともうこのままタイニーフェザーのとこまで行きます。タイニーフェザー、よくやった。感謝するぞ。お前の苦労に報いてやろう。
これを持っていけ。ハヤテの靴215ジュエル。じゃあ次はグレートピットでアディリス。靴を持ってきたのだな。アマグモの腕は219ジュエル。いいね、ジュエルがどんどん溜まっていくわ。で、ハヤテの靴も OK。 じゃあ次は水流。腕を持ってきたようだな。約束通り娘を返そう。すまなかったな。なんて謝んの。水流様、さようなら。ありがとう。あなた、パパに頼まれてきたのね。やっぱりパパったら私のことを心配してくれてるんだ。あー、パパ会いたかった。うんうん、わしもだよ。お前がいない間寂しくて夜も眠れなかったぞ。一緒にいてあげるね。おお、すまなかった。よくやってくれた。褒美は何がいい。もちろん武器、藤娘。ご苦労だったな。ありがとうございます。5000円ゲットからの222ジュエル。よし、ちょっとだいぶイベント進んだんで、まあ、オールはあれなんか呼んでるで終わってんだけど。で、腕輪を渡して娘が無事に帰ってきましたと。ハヤテの靴も OK、 カジンボギリも OK っていう感じかな。で、いやもうだいぶ進んでるね、時間が。ではこれは一応つけておく。藤娘攻撃性能49、めちゃくちゃ強い。装備重量めっちゃ増えるんだけど。ただでよ、4万6000円もあるんだ。今どこにいるの。あ、機体スタミルか。機体スタミルの修練場って何がある。ちょっと見てみよう。重装兵、いや重装兵はいいや。辺境警備はバーバラちゃんでしょ。今3だから、1500もかかるのかよ。普通に言ったら2800かかるんだけど。バルハル選手をちょっと上げたいんだよね。両手体験、いやバルハルが一番いいな今のところは。一回ガトの村まで行きますか。クジャラート闘士ってレベル2なんだ今。あ、そっかそっかそっか。剣士も別にあれをやってるわけじゃないからね。細剣両手体験225。あー、だったらやこれを3にしちゃおうか。で、細工士、サーチスキルとか全然ないな。探索スキル2までだったら多分大してかかんないっしょ。でもチリツモだよね。なのでちょっと一回クリスタルシティからの受付で、どれだ。あ、これか。了承、300か。でもいや全部3にしとこう。でマニピュレーション3になったでしょ。そこから交渉スキルはまあ別になくていいんだよな。探索も3にできるか。でどこだ、騎士団領から。あれ、ガトの村ってどうやって行くんだ。バルハラか、バルハラントでガトの村で、どうせここ通って行かなきゃいけないから行くか。
ガートの村到着。とりあえずまあ地図は回収しとこう。おい、いゆゲット。倉庫はまあまあまあ大丈夫。いらっしゃい。生き様を学びたい。バルハル戦士。はい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 。オッケー。一応3にはなったな。片手両手が。開拓者発掘スキルか。で、金はあるから、サーチ取って発掘、鍵開け、罠解除。これって人数で回数だったっけ？主婦。まあいいや、全部やっとこう。150、250、400、まあ600、700、1000くらいか。まあいいんだ、成金だ、今は。あそこ行くと。全部金なくなるかな、ただ。よし、これでいいでしょう。という感じで、まあまあまあ、なるべく戦、なるべくっていうか、戦力が結構揃ってきたので、長剣って最終的にどうすればいいんだ？タウンソードになってるけど。まあいっか。で、藤娘は OK でしょ、クロディア、これで。で、フランシスカも、まあ、斧ってなかなかいいのはないからね。で、愛者は術だからこれでいいでしょ。で、大地の剣があればいいでしょ。っていう感じですね。だいぶ時が進んできたので、まあ多分オールドキャッスルにはなるかな。という感じで、まあまた次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。